ブラディーミル・アブラモフは、ブルガリア出身のバイオリン奏者。1909年、ソフィア生まれ。フリスト・ペトコフとサーシャ・ポポフにバイオリンを指示した後、1931年に、プラハに留学して、ハンスコフホに、バイオリン、レオポルト・クラマーに、室内学を学んだ。1935年から1942年まで、ソフィア国立歌劇場のバイオリン奏者を務め、 自ら弦楽四重奏談も結成して、ブルガリア在住の作曲家たちの弦楽四重奏曲を多く手掛けた。1937年からソフィア国立音楽院で教鞭を取るようになり、1962年から1968年まで同音楽院の学長を歴任した。2007年、ソフィアにて没。主な弟子に、 エミル・カミラロフ、イオシフ・ラディオノフやブラディー・ミル・タゼフ等がいる。フェイマス・ブルガリアン・ミュージシャン・ディース・エジド98。novinte.com。オリジナルの2015年9月29日時点におけるアーカイブ。http:/www.peep.as3c7974992015 年9月29日閲覧。 ありがとうございます。